はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでボウさんですね。はい、一応まあ本日発売、はい、なんですけど、はい、ね、土曜日のね、17日だね。はい、うち2つ PB ということで、はい、こちら開封します。なんか発売日、まあ、ミカさんはちゃんと言ってるって言ってるんですけど、なんかもう、ね、適当っすね。コンビニさんも今日からだと思うんですけど。15から売っちゃうとこもあったし、昨日から売ってたとこも結構多かったですからね。なんか、粉だったっけ日本って。ってちょっと思っちゃいました。はい。じゃあ、開けていきます。リフラクターとかね、クロームとかは仕分けしておきますが、今年のボーマンのデザインですね。うん。そのまんまですね。うん。山田さんとか、ベテランもいて。RC とファーストとベテランベースという感じで分かれてるのかな。ね。はい。うん。ルーキーとね。クロム。綺麗ですね。うん。イタリアで作っても、まあ、良くなってきましたね。だんだん。あ、シリアルだ。後ろに入ってるんだ。へぇ、199、ファースト。まあ、ただ、日本のプロ野球の場合って、やっぱなかなかこう下から上がってくるチャンスっていうのが、やっぱりメジャーと比べると少ないので、その辺がどうかなというとこですよね。やっぱりね。うん。いや、本当に、ね。はい、まあ彼らもこうやってこう一軍に上がってね、一軍の公式戦デビューまで行くといいんですけど、やっぱりこうね、一軍の選手ってやっぱすごいですからね、うん、こんな感じなんですね。今度黄色だ。お、またシリアルだ。シリアルちょっといっぱい出るのかな。ちょっと待って。とりあえずまあスリーブ。150ですね。RC。RC は、まあいわゆる一巡ってこと？どうなんでしょうね。ファームの選手がファーストになって、カードがファースト。ちょっとその、住み分けが、ちょっと店長全然わかんないですけど、NPB は。なるほど。こういう感じなんだな。あ、クロームで終わると、あれなんだ。クロームが最後なんだ。シリアルが入ってると後ろに入ってるんだ、みたいな。あ、最高だ。あとはもうレギュラーは、ささっといっちゃいます。で、クロームだけ分けといて。これ箱1なんですかね。別に、無理に日本語使わなくていいのになってちょっと思いました。うん。はい。無理に、ね、なくていいのに。はい。150ですよね。園部さん。シリアル 3? 結構出るんですかね、じゃあ。クロームの光物とかもある。グリーンだ、この。99。なんかシリアルバカバカ出ますね。あ、クロームの光？はい、クロームのリフですね。山崎さん。
これなんだ。インサート？あ、ボーマン 3D ってやつだけど、3D カードかと思ったら 3D カードじゃないんだ。はぁ。インフォメーション見たとき、あ、3D カードか。おー、どんなんだろうね、と思ったんですけど。ほー、なるほどね。3D カードじゃないっていう。別の意味での 3D なのかな？それ以上言うのやめよう。いや、てっきりほんとインサートになって、ね、インサートで 3D で。違う意味なんだな、これ、多分。お、吉田さん、ね。あ、パックは開けやすいな。あ、シリアル来ちゃってる。あ、近藤さんだ。25シリ。紙の25か。あ、違う。オレンジリフだ。はい。オレンジリフ。25枚限定来ました。いいですね。うん。はい。オレンジリフ。サインはね、ちょっと出にくいんですけどね。あ、これ、また 3D。うん。山下さん。まあでも、ね、育成とかの、育成選手とかのね、まあみんな頑張ってるのはよくわかるんですけど、まあコレクターからしたら、育成のサインが入ってたとしても、まあ、ボーマンだとしても、一軍に上がらなきゃやっぱり意味ないので、で、数字残さないと意味ないので、難しいっすよねっていう。ほんの一握りですよね。だからまあ、千賀さんとかね、育成から上には。あ、サイコマ、また出るんだ。は、ん？箱2枚ぐらい出るの？はい。源田さん。うん。はい。リフですね。前田さん、銀次さんだ。3D が3枚目？うん。坂本さん。ファーストの99ですね。広島、坂田さん。6枚ぐらい出てるかしら。まあ、それぐらい出ないと。生産数的にですよね。2万箱ぐらいあるのかな、多分。まあ、今年、去年今年だからまあ、まあ、でしょうけど。はい、ムクノキさん。まあ、ポケモンカードとかもね、足りないぐらいになってますけど。ポケモンカードも絶対シリアル入れたら、引くよなーっていう。ね、
はい、紙の青。鈴木優斗さん、うん、はい、じゃあちょっとシリアルだけ見てみましょうか。シリアル7枚ですね。まあ199以下が7枚、25が1枚クローム出てて、199以下が7枚、まあ、悪くないですね。200人ぐらいいるんですかね、ベースセットは。150人ぐらいかな。そっか、ボーマンとベースの方と分かれてるんだ。ファーストボーマンの選手と、あとルーキーとベテラン。200人ぐらいいるのかな。多分よくボーマンとあの BCP なんちゃうね、 BCAP、 BCDAP とね、あと、まあいいか、中でひっくり返ってますもんね。はい、グリーンリフですかね。グリーンリフ、あ、こっか、99。うーん、さっきはクロムのリフが1枚だけでしたね。25ね、普通出るのかな。ベース系は届きましたらね、ご確認ください。一応ベース系、クローム系ね、インサート、シリアル系と分けておきますので。あ、千賀さん。はい、リフも箱で2、3枚ぐらいですか、今出てたのね。シリアルないんだよね。サインもね、もうちょっと出やすくてもいいんじゃないのかなと思うんですけどね。なんかいろいろね、あの、難しいっすよね。はい、199ですね。最高ですね。最高はさっき2枚出ました。柳さん。リフですね。木澤さん。シリアルだ。50。クローム？お、クロームだ。金リフの岡本さん。いいですね。ああ、紙とクローム、シリアルは関係なさそうですね。森木さん、うん、RC はそのね、ドラフト上位デビュー組でっていう認識なんですかね。野村さん、
ねえ、だあんまりサインがこうね入ってないから、知り合いの選手に言ってそこから選手会長でねサインだったらで球団ね言えばいいんじゃないですかねみたいな感じで全然言えるんですよね。はい、これ最高にスパフラあんのかな、近本さん。髪の青、はい、池田さん150、千賀さんいました、黄色、安田さん、ルーキーキャッチャー、大竹さん、パクチ何かしら出て、あ出てるか、あまあクロムで終わっちゃう場合もね、あ3D かこれ、松川さん、クローム2枚で終わっちゃう場合が、まあ半分までいか、半分もいかないのかな。ほぼ何かしら、インサート、最高が2枚でしょ ?3D も3枚ぐらいでしょ、あ、半分くらいか。お、パープルだ。ピンク ?75 シリ。シリアル7枚ぐらいですかね。あとはもうじゃんけんみたいな。佐々木くん？はい、今度175ですね。結構細かく刻んでるんですね。199175、150、120番のかな。で、99とかあるでしょ。細かく刻んでんだな、うん、結構出ますねシリアル150。あとはメジャーリーグ並みにこうね上に上がって一軍の試合に出てくる選手、そしてまあスタミナになって投球を残す選手、メジャーの場合は入れ替わり激しいですけど、あのね成績悪いとすぐ下ろされちゃったりとか、もうそこからもうね再度上に上がってくるのがなかなか難しい世界ですけど、日本の場合は上がるのが大変で、上がってなおかつこう成績を数字残さないとあれってなっちゃうのはやっぱりね、まあそれはこうねこういうグッズが絡んでるとねさらにそういうのが鮮明になってしまうので、木口さんね175、シリアルはやっぱり7枚ぐらいは出てますね、余裕で。はい、ということで、レギュラーの方と、クロームと、インサートとシリアル分けてありますので、はい、お受け取りよろしくお願いします。今日発送します。ありがとうございました。